こういった場合にはお客様がこの場で答え出せない理由を他の責任にしようとしてこれ逃げるわけなんですね。ここでこう非常に大切になってくるのが、こんにちは、迷った時は即決営業、営業コンサルタントの辰巳です。本日はですね、決済がなくてこの場では決められないと言われた時の対処法です。皆さん、商談の終わりに私決済ないんですよとか、社長に相談してみますね、〇〇部長に相談します、一度夫に相談しますと、こういうふうにクロージング後に自分に決済がないから話持ち帰られた経験とかでございませんか？営業してたらね、こういった経験ってこれ絶対あると思うんですよ。私も10年以上営業しておりますが、法人営業の経験が長かったので、こういうふうに担当者の方とお話してて、最終的に話進めていってみて、蓋開けてみたら、もうその方に全然決済なくて、この場ではこう決めれないですってこう言われた経験がめっちゃあったんですよ。そんな時に、〇〇さん決済持ってないんですね、それならちょっと〇〇部長にちょっとお話ししてからまた私にお返事くださいって、こんな感じで帰ってたら、売れない営業も真っ白なんで、こう絶対気をつけてくださいね。先回りしていって、こういったお断りのネガや決済の確認を先にしていくっていうのは、これすごい重要なんですけど、最終的にその人に決済がないとこれ発覚して、このまでは決められないとこれ言われた時ですね、今回はこれの対処法ですね。ここの対処をしっかりできれば、あなたの売上がこれ絶対に上がっていきますから、 B2B の法人営業の方はもちろん、 2C の個人営業の方にもしっかり身につけてほしいスキルになってますので、ぜひね、最後までご覧ください。それでは行きましょう。即決営業。それでは今回は、決済がなくてこの場では決められないって言われた時の対処法です。皆さん、この商品入れてほしいとか、このサービスを導入してほしいとか、これいろいろあると思うんですけど、やっぱりここで一番困るのが、最終的にこれのクロージングで見てですね、私では決められない、こう稟議書を下ろさないといけない、上司に聞かないとわからない、丸々部長に聞かないとわからない、オーナーに聞いてみないとわからない、旦那さんに相談しないとって、まあこんな風に言われて、もう今日結論はこう出せないので、営業マンもお客さんもお宅をどうしようかなって、これこういう雰囲気になってしまってですね。それで最終的にこれボールが前に転がへん感じになってしまって、気まずい雰囲気になったことあると思うんですよ。そこで営業マンが、あ、それならまたね、決済者さんに相談してまたお返事くださいねって、こんな感じで帰ってしまってたら、これ絶対にアウトです。この対処ではまたチャンスあったのに、これ自らチャンスを潰してしまってます。じゃあこの時どうすればいいのか。私では決められない、稟議書を通してからじゃないとダメだ、上司に聞かないとわからない、部長に聞かないとわからない、オーナーに聞いてみないとわからない、旦那さんに相談しないとと、まあいろいろ営業してたらこんな風に言われますが、こういった場合にはお客様がこの場で答え出せない理由を他の責任にしようとしてこれ逃げるわけなんですね。ここでこう非常に大切になってくるのが、ここの責任の所在をですね、話している担当者とか、その目の前のお客さんにこれ設定していくことが、これすごい大切なんですよ。お客様はね、何かと理由つけて、ふわっとこの責任の所在を他に移してこようとこれするわけなんですね。例えば上司、部長、稟議書、旦那、こんな感じでこの今決めれない原因を自分以外のこう何かにこう設定しようとします。ここでね、営業マンであなたはお客様をね、ここで絶対に逃がしたらダメです。しっかりとね、この目の前のお客様にこの責任の所在をこう設定しに行ってください。我々営業マンはこうできる限り、これ決済持ってる方にこれクロージングかけていくっていうのはこれ鉄則ではあるんですけど、後で決済持ってないのこれ発覚したら、最低でもこの商談の場においてではですね、話している担当者とかそのお客様本人にこう責任の所在を持っていくんですね。これが決済がなくてこの場では決めれないと言われた時の我々営業マンの適切な対処法なんですよ。それではここでどうすればいいかっていう、これ具体的なちょっとトークもお伝えします。その時にね、我々営業マンはこんな感じで担当者とかお客様にちょっと言っていってください。例えばそうですね、商談しているお客様がこう鈴木さんやったとしましょう。これで最終的にいろいろ切り返しして、そのお客様がこう決済持ってないと、そしたらですね、鈴木さん、本日いろいろお話しさせていただいて、決済持ってないっていうのはこれ分かりました。その上でちょっと鈴木さん自体はどう思ってるんですか。鈴木さんはイエスかノーかで言ったらどっちなんですかね。ちょっとそれだけ私に教えてください。こういう感じでこれ担当直入に聞いてしまって、お客様を抑えに行ってください。そこでまたこう、こういうふうにこれ悩まれてたらですね、ここでさらにね、私もこの即決営業の代表としてこの場に立たせてお時間いただいております。これって鈴木さんも〇〇会社の代表として同じだと思うんですね。同じ会社のこの代表としてですね、私は鈴木さんの意見が聞きたいんです。鈴木さんがノーって言うなら、私もこれ諦めがつくんですよ。逆に鈴木さんにイエスって言ってもらえたなら、私と一緒にこの稟議書を通す計画っていうのを作っていけるじゃないですか。だから私はこの鈴木さん自体がどう思ってるのか聞きたいんですよ。それならね、この鈴木さんがね、そうですね、私自身はこの商品を導入していきたいと思ってるんですよ。ここでこんな感じでイエスもらえたなら、これボールが前に進んだ感覚あると思うんですよ。
そこでね、私はちょっとノーですって言われてしまったらですね、もうそれはそれでもう見込みないもんやと思って、 A、B、C と見込みのリストがあったなら、この厚い A っていうリストからこの C っていう見込みの薄いリストにこれもそのまま移しちゃってください。法人営業っていうのは基本的に階段営業って言われてて、決済持ってる人に階段のように登っていく営業ですから、担当者がこの入れてみたいなって思ってもないのに、まあ上に繋いでくれることなんてまあないわけなんですよ。ですから、まるまるさんはイエスかノーかで言ったらこれどっちなんですか？それだけ我々に教えてください。で、ここでぐーっと担当者をね、抑えに行ってください。そしてこの責任の所在をこの目の前のお客さんに設定してほしいわけなんですよ。これは 2C も一緒で、お母さんが子供のやる気がとか旦那がとかこれ言われますから、お母さん自身はどうなのって、こういうふうに責任の所在をその人に持っていくことがこれすごい重要なんですね。我々営業マンはね、この決済持ってないなって言われてもできることはまだまだありますから、日々営業してたらこれなんか言いにくいなって思うこともあるんですけど、ここではねちょっと担当者にねぐっとねこう担当直入に言って抑えに行ってください。この責任の所在をしっかり明確化すれば、人っていうのは基本的に責任感があれば自身の役割や任務をこれ全うしようとしますから、責任感を強く持ってもらうって言った意味でもこの責任の所在をこう明確化しておきましょう。これって最終的にこれ私自身でこれ決められないんで、これ〇〇社長に確認しておきますねって、ああ、それならお願いしますっていう感じでこれふわっとこれ返してしまってたらですね、後日電話して〇〇さん、これ社長にこれ前の件相談してくれましたって聞いてもですね、ああ、まだ社長にはね忙しくてちょっと相談できてないんですよとか、社長に相談したんですけどねこれ悩まれてるみたいでって言われて、それなら私も一緒に迷ってる社長の背中を押させていただきますから、これ3人で話していただける場を設けてくれませんかねって、そう言ってもですね、ああ、わかりました、それならちょっと社長に相談してみますねってまた逃げられて、また後日に電話してみて、また3人で話せる場をこう設けてもくれそうですかねって、これまたちょっと電話で聞いてみても、いや、ちょっとうちの社長が忙しくて全然これ話せてないんですよねって、もうずっと逃げられちゃいますから、この逃げられる原因は何なのかというと、この担当者がですね、話が進まないのは私の責任ではなくて社長の責任にこれ所在が設定されてるからなんですよ。だからどれだけ前に話を転がそうとしても、それは私では判断できないとか、それはちょっと管轄外やとか、私の責任ではないと。この担当者さんは最終どこまで行っても他人事なんで逃げられてしまうわけなんですね。しかしちゃんと責任の所在をその人に設定して明確化すれば、他人事ではなく自分事として責任を持って仕事を進めてくれますから、マルマルさん、あの時話した作戦通りで社長にお話ししてくれましたかね、そしたら社長に相談したんですけどこれ迷ってるみたいでねと、こう言われたらですね、わかりましたと、来週のこの日とこの日に社長にちょっとお時間取っていただくんで、辰巳さん、この日とこの日時間取ってもらってちょっと会社来てくれないですかね。で、このように前に前にやっぱボールが進んでいくわけなんですね。その担当者の方もね、責任の所在がこれ自分に設定してくれてるわけですから、しっかりと仕事を遂行していってくれるわけなんですよ。だから決済持てなくてその人が決めれんかっても、我々営業はしっかり契約というゴールを決めるために、その担当者のね、同じチームやと思ってこれ巻き込んでいってね、お互い責任感を持って一緒に前に前にボールを進めていくことがやっぱ大切なんですよ。そしてここでポイントあるんですけど、しっかりとその担当者に期待の言葉をねかけていってあげてください。これって心理学的に言うとピグマリオン効果って言って、他者からの期待を受けることによってその期待に沿った行動をするというこの心理効果ですね。しっかりと責任の所在を設定して責任感のある仕事をしてもらってですね、ああ〇〇さんさすが話早いですねとか、〇〇さん社長からこれ信用されてますし、きっと〇〇さんならすぐ話通せると思うんでこれ期待してますよって、こういうふうに期待を込めた言葉をかけてあげてですね、担当者と一緒にこの話をね前に前に転がしてください。我々営業マンはこう決済がなくてこの場では決めれないとこう言われた時にですね、もううろたえることなく、〇〇さんはこのイエスかノーかというとこれどっちなんですが、それだけちょっと私に教えてください。〇〇さんがいいなとかこれ導入したいなって思ってくれてるなら、ぜひ我々に〇〇さんお力貸してくださいって、こういうふうに本気であなたが接すればですね、きっとお客様も本気で話進めてくれるはずです。お客様のこの魂をこの揺さぶるって言った意味でも、まずは自分が本気でお客様にぶつかっていってください。そうすればあなたもきっと今までにない大きな契約を獲得することが可能ですし、今まで契約取れてなかったお客様もきっと契約取れます。そしてこのいっぱい契約取っていてですね、もう一回りも二回りも大きい営業マンにこう成長していきましょう。本日はこの決済がなくてこの場では決められないと言われた時の対処法をお伝えしたんですが、皆さんここまできっちり詰めてお客様にこう接してきましたか？
この場では決められへん、決済なくてとか、まあ我々営業したらいろいろ言われますけど、まだまだこう突き詰めていってですね、こうできることって考えたらきっとたくさんあるはずなんですよ。我々営業はちょっと何か言われたり、ちょっと断られたぐらいでこれへこたれとったらこれダメなんです。もう私もこの営業10年以上してきて、テレアポもこう飛び込み営業もこれいろいろしてきましたけど、もうね、多分数えたら合計何万回も断られてきてますし、何回もこれ心折れそうになりましたけど、そして私ももともと口下手やったんで、営業始めたての頃ってほんまにもう全然こうダメダメでした。ほんまにこれもうめちゃくちゃバカにされてましたからね。でもね、この諦めずにこれ何度も何度もこれチャレンジしてきてですね、何度もこれ会社でトップ取ってきました。そして今ではありがたいことにこの営業の方に営業を伝えていく立場になれましたし、そしてこれ事実として即決営業でも営業成績これ1位なんですよ。ほんまに私ももう全然こうダメダメでしたから、この動画見て営業の勉強してる方もこう絶対できるはずなんですよ。だからね、私も10年以上営業してきて、なんか私営業合ってへんなって辞めていく人ってもうほんま腐るほど見てきたんですけど、この動画見てるあなたこう絶対にこう諦めないでください。自分なんてこの営業の才能ないなとか、これあの人にはちょっと勝たれへんやろうなって、こういうことはもう絶対思わないでください。もう勝てると思ったら絶対勝てるはずなんです。今置かれている状況って、この動画見てる人それぞれやと思うんですけどね、今出てる営業の結果だけ見て自分の能力とかを決めないでください。その出てる結果がちょっと少なかったとしても、自分はまだまだできるんやと思って、この自分の能力をこう信じてあげてください。自分自身ね、信じてない人がこう人から信用されることでまあほぼないわけですから、自分全然センスないなとか、俺の能力でこんなもんやでなって、こう自分の能力を自分で限界決めないでくださいね。私もこんなこと言ってますけど、まだまだ道半ばですから、こう日々精進してもう日々頑張ってます。もっと俺ってできるはずや、まだまだできるはずやと、こう自分自身に本気で自問自答し続ければ、あなたの脳がその答えのある方に導いてくれるはずなんです。そしてもうトップセールスはこう無理なんじゃないかとか、もう俺にはできないんじゃないかとか、もう行き詰まってどうしようもないなと、大きな問題が出てきてもう俺には無理だと、そしてトップセールスをこう諦めそうになった人はね、これはほんまにもうちょうどよかったです。私の辰巳のセミナーにね、ちょっと参加してみてください。あなたが諦めるところまだまだ早いです。営業にはしっかり成績が上がるロジックややっぱり技術がやっぱあるんです。その技術やロジックをまだあなたがこれ知らないだけなんです。それはこれあなたのせいではなくて、営業っていうのはほとんどの人がやっぱこう感覚でやってしまってて、事実として感覚で売れてきた人って部下に教えれないんですよ。もっと明るくせんと売れへんよとか、もっとハキハキ喋ろとか、数足りてへんねんとか、もっと気合とかやっぱ根性出してみろよとか、もっとお客様の立場に立ってみよう、まるまるちょっと人間性がちょっと足りてないね、もうこんな風に成果出せないと、我々営業マンはこういった抽象的な指導で結果が出ない原因を好き放題これほんまにもう言われますから。でもこれ結果出てなかったらね、もうその意味分かれへんこの抽象的な指導これ聞くしかないんですよ。やっぱり営業って結果出してる人がやっぱ偉くなっちゃったりするのが、このやっぱ営業の世界の残酷なところなんですよね。そんな中で運よく自分のやり方で成果出したり、気合と根性で成果出してきた人たちが上司となってまた部下に指導するわけですから、まあこういった上司のこの部下になってしまったら、何の再現性もない指導になってしまってて、あなたの成果も出なかったりするわけなんですね。もうほんま運ですから、どんな上司に恵まれるかは。しっかりと営業には売れる技術やロジックがあるので、この YouTube 上では話せないことや、あなたの取り扱う商品やサービスにあったもっと具体的でこう成果の上がるような話を私セミナーでやらせていただいてるんで、それをねしっかりあなた身につければ、今よりももっとすごい結果を出すことは可能ですし、そしてトップセールスにもなれますし、部下を指導する立場のリーダーとかマネージャーの人はチームとして勝つこともできるんです。だからぜひ毎週ウェブでやってるんで、ぜひねお会いしに来てくださいね。あなたに会える日を心待ちにしています。即決営業。それでは今回は、決済がなくてこの場では決めれないって言われた時の対処法、これについてご紹介しましたが、 B2B の方はもちろん 2C の方もね、応用できるスキルになっていますので、本日のトークや技術をしっかり使っていてくださいね。決済がなくてこの場では決めれないと言われた時の対処法としては、一番大切なのはやっぱり前に前にちょっとでもボールを転がそうとする姿勢です。あなたのその少しでも前にボールを進めようとするその姿勢がきっとお客さんに響くものもありますし、前に前にこう行こうとすることで切り開けることもやっぱあるんですね。そしてその責任の所在っていうのをこのふわっとさせないことです。こう他人事として終わらせたら絶対にダメです。責任感を持って自分事として終わらせるためにも、責任の、ね、所在をねこの目の前のお客さんに設定してください。今日のトークをマスターすればちゃんと設定できますから、ぜひね現場でね活用していてください。そしてきっとこの即決営業の動画を見てる営業マンの方はきっと周りの人よりも
もっとすごい成果を出したいなって思ってる方たちばかりですから、そして日々努力している素晴らしい営業マンの方たちばかりですから、その姿勢でこれからも一緒に我々と一緒に営業力を高めていきましょう。先ほどお話していた無料体験セミナーの詳細は概要欄にあるんで、ぜひね見といてくださいね。そしてこの動画がいいなと思ったらね、ぜひグッドボタンやコメントいただけると嬉しいです。即決営業営業コンサルタントの辰巳でした。本日はありがとうございました。この下の概要欄から公式 LINE に登録してください。あなたの契約率が大幅に上がる3つのプレゼントが無料でもらえます。今すぐ下の概要欄から公式 LINE に登録して3つのプレゼントを手に入れてください。